はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和3年5月24日、政策数量学者であり、内閣官房参与であらせられました天才高橋陽一先生が、その内閣官房参与を辞任されました。この辞任劇の口火を切ったのは、次の共同通信の記事ではないかなと私は見立てております。内閣官房参与の高橋陽一開発大教授が、新型コロコロ、この番組的にニュータイプウイルスの緊急事態宣言について、日本の緊急事態宣言といっても欧米から見ればプーみたいなものではないのかなと自身のツイッターに投稿したことが22日分かった。これは見事なまでの切り取り報道でした。当該ツイートは削除されておりますが、インターネットアーカイブにトコトコトコと見に行ってみると、当該ツイートを見つけました。そしてこれは東京五輪緊急事態宣言下でも開催と IOC のコーツ氏というロイターの記事を引用する形で、主催者はやるとのこと、選手などだけ来日で一般国民とは非接触なので感染拡大要因にならないのに誰が反対するのだろうかというご自身のツイートに対してセルフコメントをしたもの。このツイートにはこうあります。日本の緊急事態宣言といっても欧米から見れば戒厳令でもなくプーみたいなものではないのかな。プーみたいとは日本の行動制限の弱さとの意味、数参照とわざわざグラフまでつけているんです。ところが先ほどの共同通信の記事によると、行動制限の緩さとかグラフが添えられていることについては語られておりません。しかもかかるテーマというのは東京オリンピックについてです。この共同通信の見事なまでの切り取り報道を見ると、あくまで状況証拠ながら東京オリンピックをなんとか中止に追い込みたい、しかしそのためにはぐぬぬと正しい情報を発信する内閣官房参与が邪魔になる、これをどうにか葬ってやろうというところで見つけたのがこの切り取りだったのではないかという疑惑がズドゴー。実際にこの私、高橋陽一先生とお話しする機会を得たのは、直接の対面とリモートの2回だけ。2回だけながら、その時の人物評をするのであれば、サービス精神に溢れた方という印象を持っております。実際にこの私が文化人放送局にリモートで出演した時のこと、番組 MC の方にはほとんど話題を振られずに、その存在感がまさにリモート出演しながら、消えた消えた消えたとなっていたのですが、番組配信の合間合間にこのリモート通じて雑談なんかをしたりするんですが、その時高橋陽一先生はシャツの色が同じ黒ですねなどと何度も何度もこの私に話しかけてくれておりました。だから私の中では気遣いの人という評価もあります。話を今回のプー騒動に戻せば、私は今回の件というのはマスコミの、まあ高橋陽一先生が言うところのマスゴミの敗北と見ております。共同通信による見事なまでの直近直近の切り取り記事によって、マッチがないならチャッカマンを使えばいいわとばかりに騒動を作り出した。そして内閣官房参与の立場を奪ってしまいました。これは野に放ったと同じです。だから今震えて眠れとばかりになっているのは、あの皆様大好きなテレビ朝日の社員さんではないでしょうか。この理由については後に触れますが、マスコミの皆さん全般で見ても、切り取り報道による辞任というのはむしろ高橋陽一先生にルビゴン川を渡らせてしまったのではないか、私はそのように見ております。そしてその先に待つのがマスコミの敗北です。それは3つの理由によります。言論の自由と情報源の喪失、そしてダーブスターです。言葉には論旨や論点があります。これを無視して切り取ればどんな悪意だって作り出せてしまいます。例えば馬鹿を大いでないよのこの馬鹿だけ切り取って、馬鹿馬鹿っていう方が馬鹿なんですなんてね、切り取っちゃったら、白がこう言ってます。小学生か。先ほど見ました共同通信の記事というのは、この小学生の低学年のような切り取りをしているということです。そしてこの手口がまかり通れば、報道ではなく広報ばかりになってしまいます。この共同通信の手口がまかり通るんであれば、報道ではなく広報になる理由は明らかです。誰も本音を言わなくなるからです。マスコミのレーゾンデートル、つまり存在意義というものが権力の批判にあるのであれば、
権力者のブレーンの生の声というのは格好の攻撃材料となります。一方、言論の自由は民主主義を担保する重要な価値観であり、そして個人の権利です。だから内閣官房参与という公職にあっても、公序良俗の枠内にある限り言論の自由というものは守られなければなりません。同時にその発言が批判されるというのは、これまた言論の自由の枠内です。ただし、その批判には論拠と根拠が求められます。論拠と根拠がない批判というのは、誹謗中傷、罵詈雑言と同じになってしまうからです。高橋陽一先生のプー発言が違うというのであれば、日本の行動制限というのが世界と比較して相当厳しいんだよという論拠をお示して、ドドンと反論すれば良いだけのことです。しかし、今回の切り取り報道によって、全ての内閣官房参与だとか、あるいは政府にああだこうだといろいろなね、お知恵を貸す立場の人たちが本音を言わなくなってしまったら、我々国民というのは政府が発信する広報、まあ、つまり宣伝、それしか情報を得る手段がなくなってしまうということになるんです。そしてマスコミの皆さんも、政府の広報を下敷きに政府に対していかんあかんというのであれば、それはただの政治権力の批判ごっこ、批判ごっこということに、白がこう言ってます。それ正解。マスコミがマスゴミと呼ばれる理由の一つがダブスタです。一例をもって論破するのであれば、政府の分科会です。緊急事態宣言の発令や、あるいは延長、さらには10万円の給付金だとか、こうした政策決定において、ニュースやワイドショーというのは、ことあるごとに専門家の声を聞かせろよと繰り返しておりました。今、経済分野で招聘されている小林慶一郎さんなどは、テレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーや TBS の昼帯に招かれて、分科会の内側のお話なんかをポロリとされておりますが、ニュースやワイドショーの皆さんというのは、おかわりちょうだいとばかりに、もっともっとと情報を求めております。一方の高橋陽一先生はというと、ニュースやワイドショーの皆さんが求めているのかな、叶えないのかなってところなんですけれど、情報をドドーンと配信されております。日頃ニュースやワイドショーが分科会の専門家に求めていること、それが本当ならば、高橋陽一先生のツイートだとか YouTube 番組高橋陽一チャンネルなんかは、ありがたやと拝んで正座してみるべきではないでしょうか。分科会の内部情報はゴニョゴニョゴニョと知りたいけれど、内閣官房参与の自由な発言というものは見たくない、聞きたくないというのであれば、やっぱりそれはダブスタ、ダブスタです。そして、鍵括弧付きリベラルの人たちというのは、言論の自由があると叫びながら、内閣官房参与の言論の自由は認めようとしません。それどころか、むしろ全否定してみせます。さらに、ニュース、ワイドショー、鍵括弧付きリベラルの皆さんというのは、海外ではーと言って、今ならばワクチンの接種が進むアメリカだとか、イングランド、こちらの事例を持ち上げてもてはやしておりますが、その海外ではと比較してのプー発言について、これだけはいかんあかんとやっております。ダブスターとはダブルスタンダードを縮めた言葉で、日本社会では嘘と翻訳してもそんなに間違いではない気がします。そして日本社会はとりわけ嘘を嫌います。新聞の購読者が減り、テレビを見る人も少なくなっている理由の一つがそこにあるのかもしれません。また本件はマスコミの皆さんの情弱ぶりを明らかにしております。これまたネットスラングでは、情報に疎い人を情報弱者、縮めて情弱と呼びます。この宮脇チャンネルかっこかりでは、親しみを込めて情弱、情弱さんとお呼びしております。内閣官房参与辞任について、加藤勝信官房長官に、ねえどういうことですかと尋ねた、あの T 新聞、まあ、つまり東京新聞の記者さんの質問を、著名ツイッター民の MI2 さんが端的にまとめてくれておりましたので、そちらより紹介します。当該ツイートについて、東京新聞、内閣官房参与は非常勤公務員として首相が任命をして給与も支払われている、公務員としての立場に変わりはないと絡みついたところ、加藤勝信官房長官に、まず高橋さんは給与は受け取られていない、給料は受け取られていないと、まさに完全論破されてしまったんです。
つまり東京新聞の記者さんというのは高橋陽一先生が内閣官房参与としてのお給料どころから交通費も受け取っていないという、これはもはやネットでは広く共有されている事実、ファクト、エビデンスを抑えてなかったでやんすという話になります。この日東の件については差し物鍵括弧付きリベラル界隈でも共有されているので、今その点から高橋陽一先生を批判する声というのはないのですが、東京新聞の記者さんはこれをご存知でなかったということになります。つまりマスコミの皆さんというのはもはやジョー・ジャック、ジョー・ジャックさんの集まりで、だから正しい情報判断も報道もできないのではないかという疑惑がチュドガーン。それはテレビ局の社員さんも同じです。騒動の発火点と言ってもいいかなと思われるのが、あのさざ波のツイート。これを盛大に批判していたのがテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでレギュラーコメンテーターを務められております皆様大好きなテレビ朝日の社員さんです。令和3年5月11日の放送で高橋陽一先生の印象をこのように語っておりました。あの、僕はあの高橋さんに一回だけお会いしたことがあるんですけど、話長いんだよ。で、この長い話をまとめると、大臣に話を聞きに行ったのに先生の方が話をずっとしてた、話長いんだよということになります。ただこれについては、だがちょっと待ってほしいと高橋陽一チャンネルなんかでもね反論されております。それはテレビ番組の中で社員さんの方の発言に間違いがあったから、当時の大臣さんからあれね、ちゃんと説明しといてねって言われたんで、カクカクシカジカでと噛んで含めるように説明されたんではないでしょうか。さらにこの日の批判では税金が使われているなんてねご指摘もありましたが、すでに説明したように日当も交通費もコーヒーすらも飲んでいないそうです。だから明らかに公共の電波を使ってデマ的なみたいなっぽいものを拡散したのですが、この番組を撮影している時点でこれに対する訂正も謝罪も確認できておりません。それどころか内閣官房参与を辞任した翌日のテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでは、そもそも論でその辞任の話題がなかったなかったなかったのでした。もしかして、もしかするとですよ、内閣官房参与を辞めて私人になっちゃったの、一般人になっちゃうと訴えてやるってやられた時に、公人ならば内閣官房参与の公人だったら訴えてやるって言ったら、それは言論弾圧だって言えばなんとかで、まあ、ごにょごにょごにょっていけたのに、私人になったら訴えてやる、デマを訴えてと冗談はともかく、鍵括弧付きリベラルの人たちというのはご自身たちに都合の悪いことになると不気味なまでに沈黙を持って雄弁に物語ってくれます。なお高橋陽一先生の本心を知る立場に私はありません。ただ高橋陽一チャンネルなんかでねご発言されていることなんかを聞きますと、 YouTube でドドンと配信することによってもこれがうっしー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 しと、冗談はともかく YouTube の方でしっかり稼げているということは、高橋陽一先生ご自身が各番組でお話しされていることですし、そこから見たときに今回の騒動も所詮さざ波に過ぎず、内閣官房参与辞任ということはプーみたいなものなんじゃないかななんてね考えてしまう今日この頃でございます。つまり日当をもらわずマスコミの皆さんが騒いでもしっかりお金をゲットだぜとできているということです。今回のマスコミの皆さんによる騒動というのは、このネット上でのリアルを拡散したことにつながっております。すなわちマスコミの皆さんの敗北がまた一歩近づいたと私は分析しております。良い傾向です。というわけでみんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言ってるメルマガ版の方、こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。より良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
富永外交安倍晋三完全勝利説というものが何にモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組の最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。私がパーなのでチョキを出したあなた、サインは V、 おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、違いますね、お手手のシワとシワを合わせて幸せ。そしてグーを出したあなた、頑張って。それでは本当のバイバイ。